明します。まずヨットで走行している間ここを下げておきます。でもカヌーを下ろす場合には下ろして島に行く場合にはこれを上げます。そしてここを押します。その後にここを切ります。そうすると船カヌーが発進できるようにカヌーが出るようになります。これでこの船の仕組みの説明を終わります。